はい、お世話になります。トライジャのボスです。いつも応援ありがとうございます。今日はちょっと特別な、これ YouTube でこういうふうに言うのは、ごめんなさい、言うのは初めてなんかもしれないですけど、特別なあのお知らせです。トライジャがカスタムしてる途中なんですけども、カスタムのベース車両の、ベース車両の販売という形です。これちょっと珍しいことをやってみようと思ってます。はい、どうぞ。これはあのお客様から、オーナー様からあのカスタムのご依頼を受けて作っている途中だったのですが、当社の、車両、別の車両を気に入られてご購入されたので、この車両をお預かりしたまま今回販売する形になりました。で、今もフェンダーもタンクも、一応作ったんですが、あの1回全部、クリアにして、次のオーナー様用にこれからカスタムができればなと思って、出してます。まあ、前このチョロスタイルのイメージを作りかけてたんですが、これからいろんなカスタムに変更することができるので、カスタムのベース車両として、販売しますっていう形です、ね。2004年の、ヘリテージ、ソフトテールのヘリテージをベースに、今やってる部分で言えばこのフィッシュテールマフラーであったり、リアのね、もちろんホイールスポーク10、これで今履いてるのが、18070の16履いてます。だから太いタイヤを履かしてます。その太いタイヤを履かすために、フェンダーレールから、フレームを一部カットしてフェンダーレールからこれ全部履いてます。で、このフェンダーレール用にはもともとエスカルゴフェンダーって後ろに長いフェンダーがついてるんですけど、そのままでされるか短いフェンダーにされてもまた面白いですし、で、こちらここキックがちゃんとついてます。この5速用の純正のトランスミッション用のキックがついてます。これもこれ意外とこれ高い商品なんですけど、これがついてます。で、エンジンはあのツインカム、この時代の1450のツインカムに三段さんの FCR がついてます。キャブ車ですね。で、フロントは21インチのこのスポークに21インチで、サイズが、ごめんなさい、よいしょ、21インチの120070がついてます。だからこう、まあ、チョロスタイルでもいいですし、タイヤちょっと形状を変えて旧車風でもいけますし、いろんなカスタムの方向性があると思います。で、純正のナセルがついて、でハンドルはね、ちょっと僕とこがもう販売を、制作をやめたゴブリンズバーっていうハンドルがあります。これもうこの方に専用に作ったんで、このタイプのハンドルはもう僕とこも作りません。だから綺麗に全部メッキから全部して、これは多分だから世界で1本です、このハンドルは。で、このハンドルに対して配線を中通しにして綺麗に中通しで作ってます。で、ワイドタイヤ化にするためにチェーンをスプロケットにして、チェーン駆動にして、対応をするようにしてます。こんな感じかな。本当にね、綺麗な車両なんですよ。だからちょっと走行距離とか車検はもう切れてないです。走行距離も今ちょっとメーターがないんで分かりません。今このほらこれを全部元に戻してって言われたら、純正のタンクを、ストレッチした状態と、リアのエスカルゴフェンダーとフロントのエスカルゴフェンダーは、あるんですが、そこではなくて、もうちょっとこのバイクをなんかこうかっこよくっていうか、こうトータルに合わせたような形にカスタムするオーナーさんを今探してます。金額のことはちょっと伏せておきます。本当に欲しいなと思われる方は連絡ください。意外に驚く値段でお渡しするとできると思います。新車で、今でブレイクアウトとかの新車を買われるよりも、自分の好きなカスタムをして、こういったチョロスタイルであったり旧車スタイルであったり、ドラッグタイプであったり、
いろんなカスタムの方法が できてなおかつキャブ車です。でこの状態で、車検も込みで多分、ブレイクアウトとかの新車を買うよりは多分安くできると思うんで、ぜひともご連絡をいただければ嬉しいです。こんなベース車両が入ってくるということがなかなかないので、よければ、ご連絡をください。こんなこうカスタムベースの、ね、販売のことなんか僕初めてするんで、これがこのやり方が正しいかどうかわからないんですけど、よかったらトライドのカスタムを乗ってみませんか。そんな感じです。どうぞ応援よろしくお願いします。ご連絡お待ちしてます。そんな感じ。